ミキちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。あんちゃん、かわいいな、舞台どう見て。絵になんね。ね、ベリーちゃんと、あんちゃんと。ベリーちゃん、聞こえてるかも。こう抜くいねんな。な。今。だからこれ、ちょっとタイマー式が狂うんですよね。ここだけなんか知らんけど。時間が。下手したらこれ、ちょっと変えた方がいいかもからね。なあ。長いことつけるようにしてねえな、今。抜くいか。サブガリか、お前ら、二人。毛長いのに。なあ。ちょっとマシやろ。これ抜くいもんな、意外と。のちょっとぼっかりしてんな。のはい。あ、みなこ起きてきた。みなこ。みなちゃん。と、みぎちゃんがなぜかこうなってます。寒いんか、お前。みぎちゃん、シャチホクしてる。のシャチホクみたいで。ね、シャチホク。ね。はい。みぎちゃん。ほいと、はい、グレイちゃん来てる。グレイちゃん。グレイちゃん。ブレちゃん、そこ気に入ってんか。ほんでね、ここに置いてたね、虎のやつ、誰かおしっこしてるいうことでね、ヘルパーさん、この前、あるでくれてんけど、この前から付け置きしてくれてんけど、誰やろね。おしっこ大量にしてたみたいでね。誰がこんなとこでおしっこするか。また犯人を探せで、皆さんちょっとご協力ください。ちょっと前の、ね、これの柄と一緒のやつをここに置いてた時に、おしっこしとんですよ。まあ、昼間かもわからんからね。本来だね、無人カメラ昼間を見てもらったらよくわかるんやけど、ね、ヘルプさんのいてない時にやるんかもわからんけどね。はい、それと、はい、寒いかな、これ。ちょっと対策考えるからな。もうちょっと待っときや。な、あの、北海道なりなんか、ね。まあ、ねねちゃんはちょっとね、もう一日中つけれるようなアンカーかなんか買うとこうかな思ったりね。ねねちゃんはね、年寄りから寒いじゃん。もう一つ。ねえ。まあ、カイロでもね、24時間持つんやけどね、別に。はい。これちゃん。それと、ここらは。ここらは若いからね。上の方は抜くいと思います。ね、花ちゃん。あと、ね、ちゃおく、ちゃおくも今日は上やな。外はさすが似てないね。まあ、外よく出る子たちはね、中に入れてるんで。ね、エルマちゃん。エルマちゃん怒るか。エルマちゃん。うん、あ、ゲロしてるよ。ゲロ取らない。おいで。ちょっとゲロ取ったるわな。な。あっときや。ゲロしてみ。ね。それと、はい。欲しい欲しい欲しいって、あたからうるさいんですよ。元気やね。ね。あたから元気。食べることに。食べにくないかも、そこ。ちょっと食べにくそうやけどね。まあ、だいぶ頑張って食べてます。ほいと、はい。サブないか、お前。あ、後ろまで、ちゃんと毛布は行ってるんやけど。ね。はい。サブくないか。あ、どんな。まあまあ、まだ6いね。まあ、ポンさんでも今、毛布して1枚でね、寝てるんで。ね。大丈夫やろ。まあ自分もね、猫ちゃんと一緒のね、環境にして、寒ければ、ね、この子たちの対策も必要や思ってるんで、完全にくしゃくしゃ言うてんね。この子は意外とね、キキちゃんは、意外と怒るかな。鳴らす訓練も必要やからね。はい、おいで。はい、よしよし。あ、もうちゃんそっち行ったんか。
もう太陽出てきたらぬくなるわ。ね。まあ一番いいのがね、太陽の暮れる5時から、ね、まあ5時、6時ぐらいかな、6時ぐらいからね、太陽の上がる8時ぐらいまでね、こうつけるようにね、ちょっとしとこうかなと。な、こんなん寒ないやろ。ね。とりあえず、今はね。ね、グレーちゃん。あ、それとね、夜プレで、サラさんまた、ね、いつもいつも、スパチャイありがとうございますね。ほんまに、オンハウスをね、愛してる、ある人やなと、ほんまにね、実感します。いろんなことでね、応援してくださって。それとね、企画部の方も。まあまあ、リスナーさんすべての方だけどね、毎回ね、言うけど、ポンハウスが、今のポンハウスがあるのは、ね、皆さんのおかげが持てるんで。こんだけかな？他行ってないもんね。外は今日誰も行ってない。さすがにね、もうだんだん寒くなったら。ね、行ってないです。ね、まあ、夕方とかだったらね、また行ってるんで、今日はちょっとゆっくりめに起きたんで、ね、今6時半。ね。はい、グリちゃん。むちゃん。チャオくん、ぬくいかそこ、上のほうぬくい言うからね。あだちゃん、まあ落ち着いてきたね、ここの子もね、意外とね。あんちゃんどこ行ったんや。あれ、あんちゃんどこ行った、外行ったの。あ、ここなんか、あんちゃん。あんちゃん、そんなこんのな、こっちはぬくいで、けえのかな。みなちゃん。ね、こんな感じで、今日はお客さん来るんで、ね、この後、ちょっと、カツコ、今日やりますんで、楽しみにしててください。はい、それでは、ね、さよなら。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは、不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。